半前屋先生の今日の買い物ですね、こちらに書いてますように12月24日今日なんですけど買いました。ここはパウダーね、これね、お菓子作るときに、使うパウダーですね、チョコレートフットがココアのね、純正ココアでね、1キロ1998円でした。一番手頃なやつを探してまして、こういうのね、美味しいパンがお菓子が作れるということでね、買わせていただきました。一応ここをちょっと読んでみますかね。企画詳細、ココアドリンク、また、焼き菓子やアイスクリームなどにも幅広くご利用いただけます。マッチ坂の社、企画名称、ココアパウダー、ココアバター 22% から 24%、企画原材料で、カカオ豆資格保存方法、未開封、直射日光、高温殺傷酒冷暗所に保存資格アレルギー、特定アレルギー、7品目、なし資格コンタミネーション、本日が製造工場では小麦、土、卵、蕎麦、落花生、エビ、種を含む製品を製造しています。ということですね。ここは 25% ぐらいでしょうかね。本格ココアパウダーで生姜ココアのお菓子もより美味しく、150年の歴史を誇るオランダの老舗、マッチカカオ、ウッドチココア、茶製のココアパウダーは、吟味を重ねた良質なカカオ豆から製造され、香料や添加物を一切含んでいません。砂糖やミルクも例外ではありません。その深いアロマや、調整後のごく美しい色合いにも定評があります。ドリンクやお菓子作りだけではなく、話題の生姜ココアダイエットにも、幅広くお使いいただけます。キワなココアで健やかに美しく、ココアには、カカオポリフェノールやミネラル、食物繊維に加えて、アロマをもたらす成分、テオブロミンも含まれています。ココアとエンチキンカロリー、栄養素のほとんど含まないカロリー、のドリンクとは、大きな違いがありますね。シンプルにミルクと合わせるドリンクはもちろん、消化脂やパン、アイスクリームなどとも相性抜群です。ということですね。この辺もちょっと見てみましょうかね。購入者のね、欄をね。今言っとけたん？回答、エース企業の投稿者、ラソン・ホワイト、投稿日、2090-A2-0。その他の回答の表示、2、A 上場質問、イヌイット・ユンス・インテレント。回答、エース、イット、S ・ユンス・インテレント投稿者、VSS、投稿日、2090。A 上場質問、1日 20g 摂取しようと思います。大体のカロリーを教えてください。回答、キワココア 4g。11カロリー 20g。ハム15カロリー投稿者、アマゾンカスタマー、投稿日、2090-A5-26A 同情質問、富沢商店純ココアオランダ産 500g とは中身違うものですか。回答、それは販売店様に伺っていただいた方が良いようかと思いますが、投稿者、他が、投稿日、2090-A9-0A9 その他の回答を表示、2、その他の回答順を質問を表示、1、カスタマーレビュー5つ成分値 4.2、星5つ中の 4.2 評価後、124、星5つ 63%、星4つ 12%、星3つ 12%、星2つ 7%、星1つ 5% 項目です。評価の解読4。4.3、4.3、使いやすさ 4.0、4.0、この商品をレビュー他のお客様にも意見を伝えましょう。カスタマーレビューを書く。広告のフィードバック、カスタマーの画像、カスタマー画像、カスタマー画像、カスタマーの画像を全て表示、現アドスクのレビューを読むの、ココアパウダー、富沢商店、賞味期限性化材料、コスパの良いお菓子作り、砂糖の入れ入れて飲む商店さんにお菓子でも毎日もいいと、ココア購入したココア時計の毎朝牛乳かかる7チョコレート111件のカスタマーレビュー。トップレビューでありやす555つ成分 3.0500g とは質が全然違う。2018年8月23日 Amazon で購入、こちらのそれが 1kg になったものと考えると痛い目を見ることになります。 500g に関しては質が高くサラサラで溶けやすいのですが、 1kg のものは石かと思うような塊が大量に入っていますし、そもそも色も違います。最初は気のせいかと思いましたが、何度か買い比べたので間違いありません。割高にはなりますが、 500g の購入をお勧めします。120人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立ったコメント違反の報告も7つ成分値 2.0 だで、2018年10月1日 Amazon で購入、3月に買った時には美味しかったのに、7月に買ったものはまるで別物でした。明らかに色が薄く、味も薄い。何人かのレビューにあった通り、大きなダマがたくさんなって評価しづらい。天然のものなのである程度は仕方ないとは思うけれど、これはちょっとひどいので再購入をためらいます。32人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立ったコメント違反の報告書、近接性の 3.0 ごつごつしていて、溶けにくい。2018年12月31日 Amazon で購入、このココアパウダー 1kg は全体的にゴツゴツしていて、袋の中から指で押して粉々にするか、スプーンで押しつぶすかしないとバラバラになりません。とても扱いにくい商品です。富沢商店さんのココアはこの 1kg と 500g 両方何度か注文していますが、なぜか 1kg の方がとても質が悪いです。質を求めるなら 500g の方を買いましょう。20人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立ったコメント違反の報告、臨時性能値 1.0 破れていますし、2019年3月6日 Amazon で購入、こういうことが何回かありますが、食品を購入しているので梱包にもう少し注意を払ってほしいです。
もちろん洗剤とココア特製を買って段ボールの中はココア並みれでした。もう少し単調材入れるとかビニールで固定するとかしてほしい。どうなっても仕方ない。レビューに紛れているイメージ17人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役コメント違反の報告袋フットシーツ製の 2.07 になっていてと元気。2018年9月26日アマゾンで購入を送られてきた時に袋の中を見た時に1センチメートルから2センチメートルの塊がたくさんだったので、袋の他から指で押してみたら柔らかそうなのでそのまま使ったのを見ると元気粗悪品だった。1日スプーンの背で潰して粉にするのが面倒で半分捨てた。16人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立ったコメント違反の報告カレー1製の 1.0 ポリフェノールのたくさん取れるよ。2019年2月アマゾンで購入レビューで 1kg は質が悪いというのを目にしますが、今回初めて購入してみたところ生はほとんどありませんでした。私はカカオ何パーセントのチョコレートが以前は好きで食べていたのですが、チョコレートの値段と食べ過ぎてしまう点からココアパウダーを今回思い切って購入しました。ココアパウダーをマグカップに適当な量を入れて、無理で溶化してみましたが、多少溶けるのに時間はかかりはしますが、美味しくいただいています。砂糖を入れずに飲むことで、チョコレートのように食べ過ぎてしまうことがないため、カカオのポリフェノールをたくさん取りたい方にはおすすめです。もちろんお菓子などにも使えると思います。お菓子、炭材料なら製菓材料専門店、ドング、高価、富沢商店、ガラは、ココアパウダー以外にもナッツ類なども扱っているので、次はそちらの商品を試してみたいと思える品質の高さでした。9人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立ったコメント違反の報告オレゴン 100% 遺伝子組み換えではいい。5つ製のうち 4.0 天然のマグネシウム補充。間違いなく、ここは2017年10月27日アマゾンで購入何回もリピートしてます。毎朝のコーヒーをココアに変えました。夏でも冷房が効いた部屋ではホットココアがとても体を温めます。お通じもすぐにしてコーヒーのように苦いたくなったりする心配がないです。以前は毎朝コーヒーでしたが、コーヒー中毒になる脱水により便が硬くなって便秘になるようになってしまい、またコーヒーは体を冷やすと聞いたので、ココアは黒砂糖と豆乳を入れてついでに MSA のパウダーのほんの少し混ぜてます。こちらは富沢商店の純ココアだと思い、今回は店舗で購入しました。店舗では 500g を2袋購入したのですが、味の香りも店舗購入の方がコクがあり、色も若干濃いです。万能店の中でしょうか。こちらはダッチ型の写生となってますね。お値段も若干万能店の方が高いのですが、上とは思いますが、しかしなかなか店舗に行く機会がないので、やはりこちらをリピートし続けています。昨年度6円3マグネシウムも削ってましたが、やはり便秘解消に安全に役立ってくれるのは断然キワココアです。市販に売っているココアと銘打っているものはほとんど砂糖飲料で、ココア成分は微量です。超ラジオドールなんかで注文してもほとんどが砂糖です。甘すぎて飲むのも断念した。ライナー続きの読む8人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立ったコメント違反の報告。ご質問に新設製の1号店で LG 運転2018年7月19日 Amazon で購入。こちらのココアはずっとつココア社の商品です。ずっとつココア社のココアは1863年からの伝統を守り続けた製造方法で、ココアパウダーの伝統と最先端技術を融合した最高品質。無添加砂糖も入っていないので使用用途はただ。私は甘みが必要な調理にはビートと山ぬかの蜂蜜を使っています。チョコレートケーキなども作るとカカオの色が濃く出て一気感もありますよ。10人のお客様がこれが役に立ったと考えています。以上です。浜先生の今日の買い物でした。